築用亭は幕末に江戸で創業した老舗うなぎ料理店。現在の本店は銀座小引町にあり、関西方面にものれん分け店が存在する。現在は本家株式会社築用亭が経営する3店のほか、名古屋、阪神に株式会社東京築用亭の5店、大阪に株式会社大阪築用亭の4店が存在する。加栄年間、江戸乙美町あさり菓子において、 道書の剣術道上士学館に通う武士の方なおアを預かるスイチ茶屋として初代別府金なにより創業された。慶応2年、畜養亭と号する。酒の尿帽子、笹に由来する酒の場所を畜養に由来するもので、初代天守の号としても使用された。明治5年、東京孔明三福体に、ばやき、京橋、畜養亭とあり、これ以前に、 かば焼き専門店となっていることがわかる。うなぎの築養亭築養亭は、慶応2年、あさりがしで、桃井春倉道縄門家生の、刀預かり賞を役目とした留守茶屋として、初代別府金七が創業。二代目金七が、うなぎ屋を目指し販路を拡大、新富座、歌舞伎座などへ弁当を納入し、名店としての地位を確立していった。二代目金七は、 諸河骨頭の見識があり、座敷の調度品は、林パの名品など効果を極めた。清水清風著、東京名物百人一種明治40年8月、うなぎの築養亭より抜粋明治初年、販路拡大のため、新富座に弁当を収める事業を始めると、これが成功し、ついで歌舞伎座、帝国劇場等にも仕出しを行った。また、店主の客に媚びない人柄が評判で、 旧大名家、もう年家や黒だけにもひいにされた。明治28年11月3日、尾張町新地地蔵横町に、うなぎ主要食食規制の支店を開いた、西洋風のテーブル席に、ソップ、ドゼウ、うなぎ飯の3種類を供する、近代的なものだった。大正12年関東大震災でアサリ菓子の本店は消失し、直後に、京都から、 宮大工を呼んで、木造2階建て店舗を新築するも、震災復興再開発事業により土地が就航され、翌年現在地の小引町八丁目に移転した。大正15年丸の内ビルジング1階北側角に、スタンドバー付きの和食店を出店した。その後も多店舗展開を進め、昭和初期には、以下の東京14軒、大阪10軒の支店が存在した。他4軒多くは、 岸田流星は昭和初年の状況を畜養は有名だがこの頃は食堂風になってしまって電車道を越した高横丁にもできたこの節は万事お手軽が流行だがこのお手軽ということは何も今始まったことではなく徳川の中期以前から流行したものであるその他マグロ刺身のぶつ切りや茶飯の流行などこのお手軽というものはいつも変わらぬ流行で またこのお手軽主義から、なかなかお手重料理にはないうまいものが発明されてゆく。と書いている。また、この頃、高浜巨子は、丸ビルに事務所を構え、丸ビル店にも通っており、当時の状況を伺うことができる。なお、震災後、丸ビルの食堂では、群衆が殺到し、日本初の食券制が導入されていた。十一時半になると、丸ビルの地下一階、 9階の食堂がみなく。1階の西北偶の築用の食堂に入る。まだ誰も客のいないテーブルの一つに陣取る。ここの壁や柱には万葉の歌がたくさんに書いてある。見るともなしにそれを見る。率直なる感情を高明なる調子で歌う万葉の詩人を懐かしく思う。柱の下の瓶には薄勾配が生けてある。その薄勾配の花を見ると 平安町の大宮人を連想する。六十銭のうな丼の食券を女中に渡す。うな丼ができてきた。薄勾配が一輪散った。戦時中は、米不足のため、芋飯やうどんにうなぎを添えて供した。昭和19年3月5日、本店は社市協楽面に対する非常措置、実施要項に基づき休業を余儀なくされた。本店店舗は、大倉省関係の寄宿舎として利用され、 一家は、茨城県中郡売ら町に疎開した。昭和20年の東京大空襲では、小菊町本店、京橋店、丸ビル店、中野島店が被害を免れたが、他の支店は全滅し、以降再開されなかった。終戦直後も、米統制は続いたため、海藻麺、サッカリン入り汁粉などを供し、ごく一部の常連客に飲み闇市の米を用いた、うなぎ弁当を配り、 関係に見とがめられると、客自産の米にうなぎを乗せただけだと弁解して、言い逃れた。昭和24年、飲食営業臨時規制法により許可を受け、通常営業を再開した。4店での営業再開ではあったが、間もなく、戦前と同様支店の増設に乗り出し、関東では横浜総合、船橋総合、多摩総合等の百貨店に出店、大阪では、 市内各地の商業ビルやホテルに支店を設けたほか、西宮市に進出、名古屋観光ホテルにも和食堂くれだけを開店した。海外にも目を向け、クアラルンプール、シンガポールのホテルに出店した。平成2年、デコーヒロシの設計になる大阪リーガロイヤルホテル店は、第16回吉田58章、小環境デザイン賞を対象。 第6回日本建築士会連合会特別賞、第1回日本建築家協会近畿支部、関西建築家大賞を受賞。平成20年東京を対象に、初のミシュランガイドが発売されると、うなぎ店唯一の星を獲得。その後、計阪神版では、西宮店も星を獲得している。西宮店のうなどにいこま店は、2016年7月31日を、 もって閉鎖このほか、過去には、大阪中野島に本店を置く、中野島地区陽邸が存在した。別府金七三河国出身。別府金七、警視庁道場で、宮内省自重時代の山岡鉄州に剣道を学ぶ。茶の湯をたしなみ、林波の顔収集、吉川玲香と交流した。別府鉄次郎二代目金七の長男。岡六に書道を学ぶ。 別府の夫旧救世、小木原、哲次郎の弟徳さんの大名、小学校同級生で、東京大学卒業後、東洋大学ドイツ語教員を経て、哲次郎の一人娘美智子と結婚、別府家を継いだ。趣味は、椿の栽培で、松尾芭蕉、両寛に関する書を愛読し、将棋は二段の実力があった。別府徳蔵哲次郎の弟で、の夫死去後、 長男国旗が継ぐまで中継ぎを務めた。別府勝美信夫の長男として、芝区桜川町に生まれ、売り面に疎開後、世田谷区駒沢の別荘で育った。慶応義塾大学小学部卒業後、地区予定に入社、昭和58年当主。妻は駒形土勢五代目、渡辺重造長女純子。別府城国旗の弟で、慶応義塾大学法学部卒業後、 日本オリベッティに就職、昭和49年地区養邸入社、京橋支店責任者等を務め、平成15年当主、別府進む国旗の長男、中央大学小学部会計学科卒業後、中野島地区養邸本店で約3年間修業、東京に戻り、地区養邸本社事務所にて約1年間経理を担当し、平成10年より銀座店で調理担当、 責任者。2013年より社長。ははははそうなっちゃうかなわない。次に、おじさんどうです。久しぶりで、東京のうなぎでも食っちゃう。畜用でもおごりましょう。これから電車で行くとすぐです。うなぎも結構だが、今日はこれから吸い払い行く約束があるから、わしはこれでごめんを。もう無労話にその小遣いのことも買って、なんであろうと三人が、風雪とりどりの中へ、へえ。 お待ちどうさま、と来たのが畜陽。小吉が火を起こすと、一り気のないお嬢さん、台所へ土瓶を下げて出る。おつたも生に連れて僧侶を着て出て、自慢の番茶の放加減で、三人僕区を取り善。おみおが、なら月に放となった、顔がホテルと洗ったので、小吉が刷毛を持って、さっとお化粧作りを直すと、おつたがぐいと串を拭いて一歯入れる。あのね、今、私、 丸ビルまで来ていますの、下の畜用でご飯を食べたとこなんですけど、ねえ、あの、一寸、を回避できませんでしょうか。受話器を戻して、上着を引っ掛けると、津田は、隣席の桜井に一寸頼んで、久美子の待っている誓いの畜用へ降りて行ってみた。津田が畜用へ入っていくと、窓際のボックスに、久美子がニコニコ笑っていた。細かな、花片着用の青い生き物に、 白博多の帯が清楚にパツとまばゆかった。ABC 江戸ののれんに学ぶ、事業承継と、人作り第11回地区養亭、別府光社長 AB ひぐち P37、七ァット AB ひぐち P30 か、清水清風著、東京名物100人一種明治40年8月、うなぎの地区養亭国立国会図書館、蔵書。 2018年2月8日、エツランヒクチ P39、朝日新聞1985年11月2日、朝日新聞1895年11月3日3面、APCD ヒ口チ P40、ヒ口チ P42 から43、新古細工銀座通り、昭和2年、丸の内昭和2年、土砂街花風、団長亭、日常昭和16年1月15日上、 4月13日上、朝日新聞1944年3月4日、ABC 樋口 P45 ハット、AB 樋口 P43 樋口 P49 樋口 P44、AB 樋口 P46、AB 樋口 P47 樋口 P48 樋口 P47、東京中央ネット、若き素顔第2弾若き料理人、銀座アルプス昭和24年、背をかっぱ、東京、 銀座地区予定、太陽33巻12号、平凡社、1995年11月 P84、AB ひぐち P57、ありがとうございます。